古典気候期のハイナ島とユカタン半島、ハイナ島は、メキシコ、カンペチェ州北部の海岸沿い、カンペチェの北方 32km に位置する、マヤ遺跡自体及びその遺跡がある島のことを言う。ハイナとは、水の家ないしは、水の上にある家という意味で、当時は、ヒナ、または、ハイナルと呼ばれていた。マヤの本来の地名はなかなか残らない中で、 現在までその地名がかなり忠実に残った恒例である。古天気から五古天気前期にかけて機能し、埋葬以降から出土するおびただしい土偶によって、その名が知られる。灰な島出土の土偶は、当時の生活や習慣、思想、宗教を反映するとともに新大陸で、最も美術的価値が高いと評価する研究者も、いるほどで口述するように、 骨董収集家が訪れたこともある。ハイナ島には、主として、キシゼルとエルザスプールと名付けられたプラザを囲む二つの建築グループと小規模な球技場があり、建造物は土を盛り上げたマウンドをゴロゴロした岩で覆って、漆喰を塗り込めて、表面を整えている。手作根の断製造、イナ島は、メキシコ湾岸を流れる海流が運ぶ、堆積物によって、 数千年かの時間をかけて形成された小さなマウンドが始まりであったと考えられる。紀元前300年頃から入植が行われ、集落が形成された。その後の数十年間でこの集落は拡大され、数百年間にわたって多くの岩や石灰岩を用いたサスキャブと呼ばれる一種の建材によって、島の周囲を埋め立てることによって、 島の規模を拡大し、700年以上漁労や交易を行う一つの中心的な基地のように使われてきた。現在では1平方キロメートルに達する島となっている。ハイナ島については、名前の由来やユカタン本土の西側であることから、日が沈む場所であることと死の世界であることが関連しているとし、多くの研究者が共同墓地であるとしてきた。 墓に埋葬されたのが誰であるかは未だにわからないものの、ジョセフ・ボールは、エズナかその周辺のチェネス地方ないしプーク地方の人々であろうと推察してきた。しかし、最近の調査の進展によって、古典期から五古,古典期前期に活発に活動していた集落に埋葬が伴っており、土偶が出土している埋葬は、 そのような集落をなす家屋の地下に設けられていることが判明してきたため、ハイナ島に住んでいた人々によるものであると主張する研究者も現れてきている。共同土地と考える研究者はアメリカに多く、ハイナ島に住んでいた人々によるものであると考える研究者はメキシコなど現地の研究者に多いように思われる。ハイナ島では 5期の石碑と2枚の石板が発見されていて、652年の日付の見られるものと、854年の日付が刻まれているものとがある。石碑や石彫りに刻まれているレリーフは、ペテン地方などの祭祀センターに見られる様式に比べて、動的な印象を与えることに注目する研究者もいる。イナ島に人が住まなくなるのは、紀元1200年頃と考えられ、 一定数の研究者が主張する、父メカ人が、メソアメリカに大規模に侵入してきたとする時期と、おおむね符合する。ハイナ島に住んでいた人々は、海岸地帯に移るか、ユカタン半島本土に、新しい都市を建てるか、もともとあった内陸の都市に移り住むかしたのではないかと、考える研究者もいる。手ずくねの男性像型を用いた、女性像酔っ払いの像。 紀元400年から800年頃型で作った、旧義者の像。腰にある、ヨークと、膝当てが見られる。中空で息を吹き込むと笛のようになる構造になっている。紀元600年から900年頃、灰な島は、確認されているだけでも2万基と言われる墓があり、そのうち発掘調査が行われたのは1 0 0基を上回る程度である。そういった墓には、 副葬品として、研究者によって、光沢土器、光質土器と分類される土器をはじめとして、水や食料を入れるのに用いられたであろう、土器類、日常生活用品、数個ほどの宝石、1から2体ほどの土偶が見られ、土偶は、被装者の意外の他に、胸の近くに置かれるか、手に握らされる状態で発見される。ハイナ等の土偶は、概ねオレンジ色の粘土を用いて作られ、 背の高さは、一般的には、25センチメートルから65センチメートル、くらいで、稀にそれよりも大きいものも見られる。当時の男女それぞれの姿を描き、服装や送信具をはじめとする社会的地位を表す、目印になる特徴や、日常生活を表現するのみならず、老人や、新商社、猫背になっている人物や小人のような人物を、 表現しているものもある。動物や、抽象的なものを表現している場合もある。肺なじまで見られる人骨には、頭蓋変形や抜歯入れ歯が見られるものがあるが、土偶にも、そのような習慣が表現され、さらには、体を傷つけたり、顔や体に塗食する習慣があったことが伺うことが、できる。口述するように、古典期前期段階の土偶については、 非常に技術と手間がかけられており、写実的であること、副葬品としての性格を知る手がかりにもなり得ることから、そのモデルについては、研究者の間で、しばしば論議がなされてきた。コーソンは、特定個人の肖像になり得るものを作ろうとした、ものではないかとし、カブラーは、肖像というだけではなく、地位や年齢についても、厳密に表現しようとしたとする。 しかし、墓の被葬者と土偶の関連性を確認しようと、試みたところ、被葬者の性や年齢と土偶の姿が一致しておらず、女性の土偶が男性の墓に見られたり、その逆もあり、子供の墓に明らかに年齢と一致しない、成人の土偶が服装されている例が普通に見られる、ため、被葬者本人を必ずしも表現したものではないことは、明らかになっている。 口述するように神を表現したものや、神話や伝説に関連するものがあることも分かってきた。それ以外の土偶は、土偶は父母などの近親者か、あるいは遠い先祖を表現しているという説もあるが、明らかになっていない。大方の研究者の一致した見方として、時期や年代について、意見の相違があるものの、古い時期の土偶が手作ねで作られ、 新しい時期のものが型を用いて作っていることについては一致している。この制作技法の違いに着目して、クリストファー・コーソンは、1975年に、ハイナ島の土偶を、紀元600年から800年を大哀期、紀元800年から1000年を、大通期、紀元1000年から1200年を、カンペチェキとする3期に分ける、変年案を発表した。この変年は、 制作技法の変化とその背後にある文化や社会の変化を探る内視は加味することも視野に入れての変年であった。しかし、3期に分けることについて一致できてもその年代の設定については、ジョージ・カブラーのように構想により200年ほど古く置く考え方を示すなど研究者によって意見が異なり、口述するように最近の多くの研究者の時期設定は、 カブラーの味方に限りなく近い。高村の大ヤ旗のほとんどの土偶は手作ねであって、職人的とも言えるほど手の込んだ作りになっていて、芸術性も高い。顔料は粘土が乾燥してから塗られ、特定の主題や様式があり、ハイナ等の土偶の独自性や個性が定着、普及していく時期にあたる。大通期の土偶になると、制作時に型を使うようになって、 生産力の増大が見られる。土偶を型で作ると、表面に黒線がつけたり、薄い粘土の粒や紐、飾りがつけられる。一方、大哀旗に見られたような職人的な技や芸術性が薄くなり、独自性や斬新さも少なくなっている。カンペチェキの土偶は、すべてを型によって作り、しばしば表面に漆喰を施すものが見られる。 諸知欠あるか、イシュチェルといった女神を表現したであろう腕を高く上げた女性の立像が圧倒的であって他のすべての主題を合わせたよりも多い。こういった土偶は副葬品でもあることから埋葬儀礼にも大きく影響を与えていたと推察される。この構想の変年については内容はともかく年代の設定については多くの研究者の意見は 決定的に異なっており、手づくねの土偶の年代は概ね古典期前期に置かれ、型を用いて作られているものは古典期後期から五古典期とされている。古典期前期の土偶は手づくねで作られ、内部までそのまま粘土の塊となっている。この時期の土偶は表面に線を刻み、何かで押すかさすかした穴が付けられ、粘土粒や粘土紐の貼り付けや彩色が施されている。 職人的な技能が注ぎ込まれ、美術的にも高く評価されている。この時期の土偶は、高村の愛機の内容に相当している。紀元600ないし650年以降になると、土器に型を使う技術が用いられるようになり、連結して作られた土器も見られるようになる。この技術は、土偶を作るのにも用いられ、胴体を型で作り、頭や手足を手作ねで作ることもあった。 それ以前のように内部まで粘土が充填されず、中空になっている、顔や頭飾りが丁寧に作られるが、手足の作りが雑であるという特徴がある。また、実際に音を鳴らすのに使用したかどうかは定かでない、ものの、息を吹き込んで、笛のように鳴らしたり、中空でガラガラ音をさせるものを容易に作ることが、できるようになった。 古典気候期以降の型を用いて作られた土偶には、太陽神や月の女神といった、宗教儀式に使用する目的のものが多く見られ、同じものを多量に作るのに型が便利であったことが、うかがえわれる。息を吹き込めば、音が鳴る笛のようになっているものやガラガラ音が鳴らせるものについては、墓の服装品として見られ、早々儀礼に用いられたものが服装されたと、考えられる。 こういった土偶の態度分析を行ったところ、大多数の土偶がタバスコ州北部やカンペチェ州南西部で作られているだけでなく、少数であるが、メキシコ湾岸に沿った 700km に及ぶ場所からの土で作られているタイプの土偶も見られることが判明した。少数の土偶の産地としてアントニオ・ベナビデスは、 ベラクルス州のイスラでサクリフィシオス、カンペチェ州のプンタアルマス、タバスコ州のシカランゴ、チャンポトン、ベリーズのエルカヨ、その他、ハイナ島のすぐ近くにあるイスラピエドラスや、南西方向にあるホヌタの型を用いた土偶の工房からのものや、イスラワイミルといった産地があること、さらに、ユカタン州のシコンボやキンタナロウ州のシェルハさんと思わるものも発見されていて、シコンボや、 シェル派でもよく似た土偶が出土していることを紹介している。ベナビデスは、こういったメキシコ湾岸、ユカタン半島沿岸の地名、遺跡は、黒曜石製品、玄武岩、翡翠カカオ、土器、土偶と、塩、蜂蜜、牢、木材、織物、海製品を交換する交易ルートの一部を反映していて、このことからも、石碑や石彫りの様式が、 ペテン地方などの採取センターに見られる様式に比べて、異質で動的なのは、プトゥン人内ンシチョンタル人の交易の拡大と関係しているのではと考えている。ハイナ島についての植民地時代以降の記録としては、16世紀の下記に絵文書の記述、1703年に、フランスで観光された地図に、古代の建物がある場所として、モロスデジャイナとして記載されている。 19世紀には、カンペチェの公安管理者であるアンドレス・エスピノザが、ハイマ島の知見者であったこと、主だった記録だけでも1843年に、アメリカ人探検家ビーノーマン、1883年に、ハーバード・バンクロフト、1886年に、デジレ・シャルヌなどが訪れたことが分かっている。魚老民骨頭愛好家。 海賊やそれ以外の旅行者がハイナ島についての言い伝えや記録を残し地図にも記載され続けてきた。1910年から20年にかけてのメキシコ独立革命でハイナ島は個人の所有ではなくなった。1940年代にアルベルトルスやローマンピニャちゃんをはじめとする多くの研究者によって本格的な学術調査が行われて以来 地図を作成するための測量や発掘調査を行うためにたびたび研究者が訪れている。1986年にアントニオ・ベナビデスによって学術調査や異物整理を行う基地として現場事務所が置かれ、1996年から98年にかけてベナビデスとエリザベス・サラゴサの指揮のもとに さよサ,サル建築グループの発掘調査と土器などの異物整理が行われている。ありがとうございます。